アンナ・カロリーナ・オジェルスカは、ポーランドとザクセンの統治者、アウグスト教皇の初出の娘。オジェルスカ伯爵夫人、結婚に伴い、シュレース・ビヒホルシュタイン・ゾン・ダーブルクベック公妃、アウグスト教皇とヘンリエット・レナールの間に生まれた、婚外種である。母や、系ーの下で育ち、1721年、または1722年に、母と死別する。 1723年、16歳の時に、イボ兄の一人、フリードリヒ・アウグスト・ルトフスキによって、見つけ出され、ドレス電宮廷に引き取られた。ルトフスキははめアンナを、フェンシングの女性剣士として紹介したため、アンナは不ーに初めて目通りすると騎士官の制服を着用していた。彼女が制服を着けた、肖像画がルイド・シルベストルによって描かれている。不応は、 美貌と知性を備えたアンナを非常に可愛がった。1724年9月19日、アンナは王の子として正式に法的認知を受け、ポーランド貴族、オジェルスカ伯爵夫人の爵位を受け、ワルシャワ市内の青の宮殿の居住権を与えられた。彼女は王の寵愛を背景に芝叩く間に、ワルシャワの排他的な上流サークルの女主人となり、 王家のメンバーの中でも相当な優位に立った。しかし諸侯や大貴族たちからは、成り上がり者として、憎悪と嫉妬の目で見られた。バイロイト辺境白夫人ビルヘルミーネから出た噂によって、オジェルスカ伯爵夫人は、ジップのアウグスト教を及びイボニールとフスキ伯爵と、肉体関係にある、と触れ回られるようになった。アンナが、父や兄と本当に、近親相関関係にあったのか。 宮廷人たちの悪意あるゴシップに過ぎなかったのか、半然としない。ただし、同時代人たちの証言によると、オジェルスカ伯爵夫人は、性的に放章な生活を送っていたようであり、また好んで断層をし、いつも、騎馬服や軍服を着ていたという。七百二十八年二月、オジェルスカは、父、フリードリヒ・ビルヘルム一世と一緒に、ドレスデンを訪問したプロイセン王大使フリードリヒに、 自分の羅針を見せて誘惑した。プロイセン王は息子がオジェルスカ伯爵夫人と親密に付き合うのを禁じたが、二人の密かな肉体関係は同年にアウグスト教王が返礼のベルリン訪問に娘を連れてきたことでしばらく続いた。しかしこの訪問の後は二人が会うことは不可能になった。19世紀ドイツの及び現代の一部の歴史家たちは フリードリヒ大王にとって、オジェルスカ伯爵夫人とのジョージは、人生初の女性体験だったのみならず、おそらく生涯で、唯一の大礼愛だったとみなした。オジェルスカは、不王の計らいにより、1730年8月10日ドレスデンにて、シュレースビヒホルシュタインゾンダーブルクベック公、フリードリヒ・ビルヘルム2世イの弟、カールルートビヒ公子と結婚した。支度された。 持産金は30万ターラーの巨額に上った。夫婦の間には、一人息子、カールフリードリヒが生まれた。結婚して3年後、オジェルスカの後ろ盾だった父、アウグスト教王が死去した。父の死は、夫が彼女の元を離れ、ドレスデンを去って、プロイセン領のケーニヒスベルクへ移住する契機となった。その後四十年ほどの長い反省を、彼女は国わずかな知人を頼りながら、ローマ、 ベネツヤ、アビニョンで過ごした。晩年は病を得て、グルノーブルで療養生活に入り、1769年に同地で死去した。ヘルマン・ブロックハウス、アルゲマイネ・エンサイクロペディデア・ホイスンシャフテン・ウント、クンシュタ、ライプツヒ1860、バンド70、グリメス・ナンドスティン、S326、SP1、ヨハネス・シェア。 大ュヒテデアドイチェンフラウエン、ライプツヒ1860、バンド3、S408、アンム、156、エビートムゴーラー、デアールトフリッツ、メンシュ、モナーク、ミトス、ホフマンウントキャンプ、2011、ISBN978 から3から455502190デジタリサト、ハットロバートシュールテズ、フリードリヒウント、ボルテアイン・イルム・パースン・ディション・ウント・リタラレスカン、 ウェットシャセルベルホールトニサ、ノルトハウスン 1860S2F。ありがとうございます。